奥で小さな狼が泣いている。あれはきっとハウンドたちの生き残り。このままだと復讐されてしまいますよ。きっと復讐されてしまいますよ。復讐？それは何という遊びなの？無邪気に微笑む赤ずきん、綺麗な心の赤ずきん、汚れ一つないその笑みに疑心と暗鬼は苦笑い。復讐されると楽しい？楽しくないです。わあ、そうなんだ。楽しみだな。楽しみなんだ。無邪気な笑みが怖いですね。神さんの生き残りが僕に会いにやってくる。胸がドキドキワクワクしています。いられない。早く歓迎の準備をしなくっちゃ。
客様がいらしたら、まずは熱いお茶を入れてもてなします。お茶の次は前菜です。新鮮なミートパイを作ります。前菜の次はメインです。豪華なステーキをドーンと食べて。食事の後はデザートを。バターケーキはいかがです？
茶も食事もデザートも全部狼さんの仲間の死体が材料です。お父さんやお母さんのお肉で作ったおもてなし、なんて贅沢なおもてなし、きっと喜んでくれるはず。もっと傷ついて。赤ずきんに歓迎されたハウンドの子供たちは、変わり果てた親の姿に言葉を失い、涙を流すことすらできません。どうですか、僕のおもてなしは気に入ってもらえましたか。人でなし、獣はお前だ。牙を剥いて次々と襲いかかる子犬の群れを、赤ずきんは両手を広げて迎えました。
もうちょっと遊ばせてほしいです。ある子犬は目をつぶされ、ある子犬は鼻と耳をそがれ、ある子犬は口を裂かれて、ある子犬は舌を焼かれ、ある子犬は足を切り落とされ、ある子犬は頭と尻尾を縫い付けられ、ある子犬はずきんは無邪気に笑った。